グスターフ・ラムステッド。グスターフ・ヨーン・ラムステッドは、フィンランドの東洋語学者で、アルタイ比較言語学の権威。また、フィンランドの初代駐日公使を務めた。エスペランティストでもある。幼少時から種々の言語に関心を覚え、大学卒業後は語学の教師をしていたが、学問上の労作は、チェレミス語の実地調査の結果を発表に始まる。モンゴル、東トルキスタン、アフガニスタン国境地帯の学術体験隊に参加。1920年2月12日、ラムステッドは、フィンランド初代公使として、東京に着任した。なお、中国とシャムの公使も兼任した。当時彼は、ヘルシンキ大学教授であった。日本滞在中は、外交官としての活動の傍ら、言語学者としても研究を行い、白鳥倉吉の紹介により、東京帝国大学で、招待講師として教壇に立っている。この時の受講者の一人に、柳田国男がいた。ラムステッドは、自らの研究をもとに、日本語のアルタイ諸語起源説を唱えた。ラムステッドに影響を受けた研究者には、柳田国男のほか、言語学のシンソンで、金田一京介、朝鮮研究の小倉新平、イスラーム及びトルコ学者の内藤智秀等がいる。また、1926年12月に行った講演には宮沢賢治が聴衆として参加していた。賢治はラムステッドの講演内容に感銘を受け、講演後に会話を交わし、後に次長を贈呈している。また、著述にはエスペラントが一番とラムステッドに言われたのを、受けて、賢治はエスペラントを勉強し、自作の詩や俳句の翻訳を試みた。このように文化学術面にも影響を与えたラムステッドは、1929年まで日本に滞在した。帰国後は1941年までヘルシンキ大学の教授を務め、さらに1944年まで客員教授として教壇に立った。その学頭を継ぐ学者としては、ニコラス・ポッペ、マルッティ・レセネンらがある。1937年からヘルシンキ大学で日本語講座を開講している。これがフィンランドでの日本語教育の始まりであった。フィンランドが誇る学者であり、初の駐日大使である彼によって始められたため、フィンランドにおいて日本語教育は小規模ながら名誉ある歴史を有していると認識されている。現在もヘルシンキ大学はフィンランド国内において日本語専攻が存在する唯一の高等教育機関である。また、1891年にはエスペラントを学び、エスペラントの普及にも尽力し、フィンランドのエスペラント協会会長を務めた。日本公使に着任した1920年に日本エスペラント学会の幹部の訪問を受けて以来、日本で多くのエスペランティストと交流している。賢治が送った2冊の著書がフィンランドに現存し、そのうち注文の多い料理店にはラムステッドによる書き込みが残されていることが確認されている。北緯60度の日本語人たち、ありがとうございます。